マーク・エメリーは、カナダ人の大麻合法活動家、企業家、政治家である。エメリーは、国際的な大麻規制法の改正の著名な、提唱者であり、しばしば、大麻、王子と称される。彼は、新民主党、フリーダム、パーティーオブカナダ、ザ・アンパルティー、マリファナパーティーオブカナダ、カナダ保守党、ブリティッシュ、コロンビアマリファナパーティー、グリーン。 パーティー・オブ・ブリティッシュ・コロンビアで活動してきた。また政治的リバタリアンとして、彼は、サンデー、ショッピング法、ワイセツ法、スポーツイベントの政治的推奨、カナダにおける検閲、いくつかの税金徴収に反対している。エメリーは何度も習慣されていて、その中で最も有名なのは2009年、メールオーダーで大麻ュ子をアメリカ合衆国に向けて販売したとして、 合衆国連邦刑務所での禁錮5年の刑を宣告されたことである。2017年3月8日、彼とその妻、ジョディ・エメリーは、トロント・ピアソン国際空港で逮捕され、スケジュール2の不正取引、所持、基礎犯罪の起訴を含む多くの罪に問われた。彼は、妻とバンクーバーに住んでいる。ありがとうございます。